皆さんこんにちは、キックボクサーのパンちゃんリナです。今日は激辛チャレンジをしようと思います。初めてなんですけど、ココイチさんのカレーをテイクアウトしてきました。初挑戦の5辛です。めちゃくちゃ辛いと思います。でこれがココイチ最強の激辛10辛、なんと辛さ1辛の24倍です。めちゃめちゃ辛いと思います。食べれるかわかんないんですけど頑張ります。はい、私普段激辛とか食べなくて、タイ料理ぐらいなんですけど、辛いの苦手なんですけど、今回は頑張りたいなって思ってます。これはさっきカレー買った時に美味しそうだったので焼き鳥も買ってきました。頑張ります。お腹が腹ペコでございます。いただきます。うん、うん、お腹が減ってるので、本当すごい美味しいです。これ夜ご飯食べる時が一番幸せですね。力は全然大丈夫ですね。力でも結構ピリッとします。やっぱり私が一番好きなのは普通ですね。そんなに辛いの得意じゃないので。はい。じゃあまず最初に1辛は大丈夫でした。この普通のやつはお口直し用にちょっと置いときます。今回の企画の5辛と10辛をいきたいと思います。色がね全然違いますね。これが普通の色、これが5辛の色で、10辛になると、知りません、真っ赤です。相当スパイスがすごいと思います。やばくなったらアイスボックスでお口直ししようと思ってます。じゃあ気合い入れて5辛をまず食べてみます。いただきます。まず舐めてみます。おお、辛いですね。だからルーが多いのでこれ全部食べきれるかな。じゃあ普通にいただきます。普通にめっちゃ後味が辛いですね。後にカレーが残ります。5辛で相当辛いですね。これ食べた瞬間は大丈夫なんですけど、飲み込んだ後にベロにピリ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 っていうのが残ります。はい、じゃあね、食べていきます。一気に食べた方がいいと思います。休憩しないで飲み込む感じで。今サブドイチぐらい食べます。じゃあ舌が燃えてます。この企画を成功したいので体張ろうと思います。いきます。まだ大丈夫なんですよ、後から来るんですよ、じわじわ。あ、来た来た来た。はっ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 。体調が悪くなってくる感じがします。クーラーを16度に設定しております。なので体はめちゃめちゃ寒いんですけど、これだけめっちゃ燃えてます。あとね、こんだけですね、5から全部食べきりたいと思います。まだ口の中やばいんですけど、これを挑戦しないことには今回の企画にはならないので、はい、ごちそうさまでした。5辛完食しましたね。はあ、この5辛がこんだけ辛いのにその倍10辛食べれる気が全くしませんね。多分体調悪くなっちゃうと思います。ちょっとですね、5辛を完食した後に胃がめちゃめちゃ痛くなっちゃって40分ぐらい休憩しました。最初ここら辺が痛かったんですけど、どんどん降りてきて今すごい胃が痛いです。だからもう今回の企画が10辛を食べるということなので、ちょっと
頑張ります辛いもの普段一切食べないので胃がかなりびっくりしてるんだと思います。はい、ではメインの10からいきたいと思います。まだちょっと胃の調子が全然良くないんですけど頑張ります。いただきます。最初全然来ないですね。うん、まだ大丈夫です。あ、徐々に来ますね。本当にスパイスって感じがします。そしたら非常にピリピリしておりますっていうだけですね。10辛はちょっと私食べれません。5辛食べ終わった後に体調側はちょっと胃の調子が悪くなっちゃって根性とか頑張るとかいう話ではないですね。もう体が胃がすごく痛いのでちょっとギブアップします。 YouTube 始めて企画もの挑戦ものをちょっとね頑張りたかったんですけどもう無理です。もう辛いというよりも痛い辛さがもうちょっと分かんないぐらい痛いですね今。今回は残念ですが諦めます。こんばんは。リベンジします。ココイチの10辛です。昨日ちょっと1辛と5辛を食べてしまって胃がもう痛くて、空腹の時に食べたのでちょっと耐えれなくてギブアップしたんですけど、今日はなのでいきなりもう10辛を食べたら多分いけるんじゃないかと思って、お腹の中に今いっぱい晩ご飯食べてきたので今満腹状態でこれを食べたら胃も大丈夫じゃないかってことでもう一回挑戦してみます。ちょっと企画でダメなまま終わりたくないのでリベンジしますよ。この辛さ10、すっごい色が今日はねいきなりいけたら食べれる気がします。全部もうまずルーをかけちゃいましょう。おー、はい、では入ったので元気よく食べていきたいと思います。うん、辛い。おお、ちょっと5口食べたので納豆で口の中をごまかしていこうと思います。すんごいピリピリするんですけど、でも昨日5辛を全部食べきってるので昨日よりなんか大丈夫ですね。1日で慣れるわけがないと思ってるんですけど納豆がすごく甘く感じます。いただきます。4口目いける。なんか美味しく感じてきました。本当に、うん、辛い辛いんですけど昨日と違って今日はなんか美味しく感じます。辛いんですけど辛い。今で5口と4口で9口食べまして3口ぐらいでこだけなので辛い。挑戦中にもう二度とやりたくないっていうぐらい胃が痛くなってしまったんですけど、空腹時じゃなければ辛いけど耐えれるのかなって今来ました。もう早速ここ降りてきてるので、ここがすごいピリピリしてるのが分かりますね。胃が痛くなる前に食べきりたいと思います。うん、完食しました。え、多分ね6分ぐらいで食べましたよ私。昨日あの1時間1時間ぐらい休憩して2時間かけても食べれなかったのが1日置くとこんなに成長するんだなって思いました。なので皆さん10から挑戦する方まず5からから食べきってください。そうすると次ちょっと10からが楽になるかもしれないです。1日目はやばいと思います辛いな。食べきった後が辛いですね。はい、ということでバンちゃんココイチの10辛カレーに挑戦という企画、1回はダメだったんですけどちゃんとクリアしました。挑戦大丈夫でした。ちゃんとね
食べきれました。今も舌がちょっと喋るだけでもしんどいぐらい辛いんですけど、激辛苦手なんですけど、めちゃくちゃ頑張ったので、また激辛料理も挑戦したいと思います。めちゃくちゃ辛いのでちょっと舌冷やします。じゃあ見てくれた人ありがとうございました。じゃあねー、またねー。